こんにちはしょーいわっしょーい,ょーい <laughs> はい、かわよオリジンチャンプル始まりました、はい、ここ FM 那覇よりあのお届けさせていただきます本日は8月2日8月卒入しましたね旧暦の7月5日ですはい、ということで新レギュラーが決まりましたよいしょ新レギュラー <laughs> 決まっちゃいましたよいはい、早速 ご紹介、お願いします。はいえっ、ー、と、皆さん、聞いてる皆さんね、ちょっとあの、うるさくなると思いますんで、気をつけてくださいね。うん。ことぶきパンチと申します。あなたのハートに、ことぶきパンチ。パンチ <laughs> ことぶきパンチさん、ああ、来た、ようこそいらっしゃいました。は もう、よかった、本当に、本当によかった、何がそんなによかったんでしもう、もうですよ、あれさ、もう、この7月の間はですね、ちょっといろんな方にゲストに来ていただきまして、何をおしゃべりしようかな、どんなふうにしてやろうかなっていうような感じで、ですねとっても楽しかった。 もう毎回、ドキドキワクワクで出してよ、はい、で私もこの、いまだにちょっとドキドキしながら操作もしてるんですけど、えー、エンドドドドドレスドキキドキだったんですねキ今日からはもう、新レギュラーということで、はい、ちょっと<う>1っと一個いいですか<え>で、最初のワッショイのタイミングは、あれで合ってましたあ,あ,あ,あ合ってます、合ってます、<laughs> あのこれはですね、はいあの、最初にね、打ち合わせ通りにちゃんとできており <laughs> いや、俺心配なんですけど、今の。めっちゃズレて、ずれてたなと思って。大丈夫です。もうとりあえず、あの声が大きければ、あのなんとかなります。こんな番組で、ちょっとゆるく、あの、お楽しみね。一番ありがたいです。もうね、もう楽しくよ、こっちが楽しければ、あの聞いてる人も楽しいと信じて。そうですね。やって、はい、やりました。う。も声大きくすること。そうそう僕も取り柄がないので。ああ、いや、いいこと、ここが一番。 大事は。はい、<laughs> そこが一番大事ですよ、ね。元気でね、はい、元気にやっていきたいと思います。のではい、はい、8月からかよおりちゃん、またよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね。はい、今日は、あのトークテーマはもう、ことぶき。 お、できたいと思います。いいんですか？いいんですよ。もう決めた。私が決めました。今日は。そうですね。もうね、琴吹さん来るよって聞いたから、もう最初に琴吹にしょって今日は決めてきましたので。このルールブックはミーカさんですもんね。あ、そうそうそう。そうね。もうね、ここに座る人が一番偉いので。そうですね。そう、そこでいじってる人が一番偉い。そうそうそう。だから、だから僕にはまあ。 半分人権はないと思います、はい、<laughs> 今日はね付き合ってもらおうと思ってますのでねお願いしますよあーよかったーもうなんとかもうオープン <laughs> オープンできてよかったですよもういまだにここで合ってるよね <laughs>、うん、このボタンで合ってるよねしながらちょっと助けてもらいながらやってますけれどもはい。今日コトブキですからねコトブキパンチさんへのメッセージ質問とかでもいいですしぜひぜひ最近あっためでたいこと そういったこととかでもいいですので聞いてたらこっちもねハッピーになりますからねそれ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 狙いさそれ狙いそれ狙いねお待ちしてますメッセージの宛先はですねツイキャスでも大丈夫ですしえっとメール origin at mark fmnaha.jp origin at mark fmnaha.jp の方でもお待ちしてますよよろしくお願いいたしますはいということでことぶきさん早速なんですけれどもことぶき めでたいこと最近ありましたか？ことぶきなことが、はい。ことぶきなことありましたか？あのですね。ちょっとあの今ツイキャスの方でですね、あのコメントしてる方がいるんですか？はい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 。長谷川さん？うん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 。最近お母が誕生日だったらしいな。そうなんですよ。僕あの8月2日ですけど、昨日8月1日がうちの母ちゃんの誕生日だったんです。ちょうどことぶきなことがありまして、はい。 で、あのーまあそのまあ、お母ちゃんとなんか知り合いの飲み屋みたいなところで一応お祝いしたんですけどねカラオケとか歌いながら楽しかったんですけど、うん、で、ケーキを買っていったんですよ僕ケーキを買っていったのはいいんですけど、はい、僕、あのー、お母ちゃんの年齢が分かんないんですよ、うん、何歳なのかいまだに分かってなくて。 何歳だっけなと思って「ろうそく何本用意しますか?」って店員さんに聞かれてまあとにかく50代ではあるとそれは分かるじゃあろうそく大きいのは5本でいいやと下端数何歳だっけなって思ってとりあえず9本用意してもらったんですよ。用意してもらったら間違いないだろうと思って。 であの店員さんに小さいろうそく9本でお願いしますって言ったら、うん、店員さんがあお母さん59歳なんですかって聞いてきて、うん、僕はあのそうですって答えてしまって。<laughs> <laughs> もうね「ですか?」って言われたら「はい」としかね9本くださいって言ってそそそううの違いますとは違いますって言ったら店員さんも「なんで?」ってなるけ何用のろうそくなのかわかんないし確かに何に使うんだろうこれって。でお祝いしましてケーキろうそく立てた瞬間に59本ある59歳分のろうそくなんで。 ことぶきをと、うん、まあまあことぶきじゃないですけど <laughs> 別に名前はことぶきをあの、うん、お前はあの私を六十手前にしたいんかっていう,うん、うん、ちょっとお怒りの言葉 <laughs> えじゃあ実際は何歳だったんですか実際五十五歳でしたあーいやーやっちゃったな <laughs> 女性の年齢ってね。うん デリケートですから確かにこれねもう55って言ったらちょっと微妙なラインですよねそうなんですよ微妙なラインですね四捨五入したら60だしなと思ったんだけどうん、うん、でもこれ四捨五入4と5でももう一切違うだけでもだいぶ女性的にはねそうですよねあの大事ですから <laughs> 非常に今失礼なことではあっんですけどサビはもう <laughs> いやすごいあでも賢いですね確かに足りなくなるよりは多めにもらっておけば <で>間違いなかった。そう、は、いいね。それちょっと私も母親の年齢ってなったら、ちょっと分かんなくなること。確かにあるかもしれない。なちょっと、まあ、父親もの年齢も分かんないし。うん、まあ、一番ひどいのはもう兄弟いるんですけど。うんうん、兄弟、弟の年齢、たまに分かんない時あるんですよね。<laughs> えいくつ違うんですか。<laughs> まあ、い、学年で一個下なんですよ。あ、じゃあ、じゃあ。 一一？1> 1? 1? ただ早生まれなんですよはい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 だからあの二、うん、歳違う計算になるんですようん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 これもわかんないし、はい、もう一人弟いるんですけどもう一人はもう何歳かわかんないですうん、うん、<laughs> もうちょっと忘れ去られてるそうそう,そう <laughs> 年齢ってむずいっすよね <laughs> 年齢わかります私も、うん、あの母の年齢って調べるときにははいはいなんか あなたは29の時に産んだよっていうのをなんかそこを覚えててあ<ー>自分の <laughs> あそうだ誕生日にそれを思い出せばよかったんだそうでも自分の年齢を忘れません自分の年齢もたまに <laughs> はい 忘れるし。なんかね、あの二十代ぐらいまではあのしっかりともう大事じゃないですか。覚えてるけど、なんか今年いくつになるんだっけっていうところがもうわからなくなる。来てます来てます。あの多分もう願望が先立ってるんだと思う。あ、もういつまでも。そう。一応自称二十六なので。自称二十六あの長谷川さんからあの二十九点八歳って書いてる。 どういう<あ>どういう割り方してるんですかあ？でもねそれでもいいそれでもいい。ありがとうございます。もう私にとっては褒め言葉。<laughs> <laughs> でも二十六でちょっとねあのあ<ー>押してたんですけど、あ二十九点八。二十九点八いいかもしれないですね。<laughs> いいくらいいいくらいいいくらい。あ嬉しいコウタさんから。はい ええ、僕、みかさん、二十三歳に見える。おありがとうございます。もう、これからも仲良くしてくださいね。あからさまに。女子はね、こんなよ。そうですね。そう、もうお母さんはもう。で五十五か。五十五です。ねあ、もう五五だ、五五の。五五、そう、五五うイケイケですね。そうそうそう、そう、全然若いっすね。あらら。まあ、だから、そう、僕が、だから、三十二なんでうん。うん。うん。だから、五十五歳の母親、結構、だから、周りからしても、若い方なんですよ。うん。 若いから、うん、だからもうさっきも言ったんですけど、うん、一緒に飲みに行ったりとか、うん、カラオケとかも普通に歌ってて、うん、もう今あの人が一番大好きな曲はもう、うん、オフィシャル髭男爵のあ <laughs> めっちゃ若い髭男爵が好きなんですよ <laughs> あ超えー、今時本当に55ですか <laughs> そうなんですよ僕も疑いたいぐらい <laughs>。 じゃあ見た目的にもじゃ、やっぱり楽しいからね。そうなんですよね。あの元気なんでしょうね。お元気です、はい、全然素敵だわ。はい、あ、おめでとうございます。うんうん、早速、ことぶきな話題いただきました。はい,はい、皆さんのね、あの最近起こった、あの嬉しい出来事、楽しい出来事、ぜひぜひ。お待ちしてますよ。よろしくお願いします。うん、あら、嬉しい、たくさんメッセージの方、追加していただいてますねうん。ありがとうございます。あ、今日の一番は、あのー、博士さんだ。 お手に関係ないやつが来た。<laughs> いやまあまあ。<laughs> いやよく考えてください。チャンプルーなんですよ。<laughs> チャンプルーですよ <laughs>。ね おぜとか、お笑いとか、関係ない番組なんです本来、ね、<laughs> は。あ、そ,そうそうそう、もうチャンプルーでね。私も、あのね、いつもだったら、なかなかお笑いライフの受付けでしか。そうですよね、<laughs> <で>だから、ガッツリ話さないんでね。で、ね、もう、は、は、初めてですよね、こんだけたくさん語り合うの。そう,そうですよ。<laughs> <laughs> 今日、今日、初めてですよ。<laughs> 本当です。<laughs> これから、ちょっと仲良く進めていきたいと思いますので。はい、よろしくお願いします。円楽さんからも。 パンパンチミンハヤの改悪について語ってこんにちは雑学をここであこれあのミンハヤってご存知ですわ、うん、かんないですえ私も聞きたいこれねみんなで早押しクイズっていう携帯のはい、はい、クイズゲームのアプリなんですよだからもうその全国でそのアプリ起動してる人とつながって早押しクイズができるっていう、うん、そういうアプリがありましてねうんうん、うん だから僕もその早押しクイズ大好き芸人なんで、もちろんやりまして、はい、あのランクがまあ S ランクなんですけどええすごい、え、ピンポンっつって、あの普通の私のイメージ早押しだと、なんか高校生早押しクイズ大会あるじゃないですか、そうですね、こんな感じですか、こんな感じです、はあ、こんな感じでも携帯でピッと押して、で回答を打っていって、で得点稼いでいくっていうシンプルな、 クイズゲームだったんですけどちょっとあのー、このこ円楽さんが言ってる解約っていうのがうん、うん、なんかの、うん、今までは普通にボタンだけだったんですようん、うん、ボタンと問題文章だけうん、うん、なのになぜかアニメのキャラクターが出始めてなんかその課金とかしてキャラクター買ったりとかっていうすごいなんか育成ゲームの要素が出てき始めちゃって僕はそこはいらないんですよね。 なるほどあじゃあちょっとクイズに答えてたらこのキャラクターも成長していくみたいなそうそうそう,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 そう成長していくっていう感じなんですけど、うん、ただ、うん、クイズをやればやるほど成長するのはもうこっち側なんでああなるほど <laughs> いや名言出ましたね <laughs> 自分の知識になっていくのが嬉しいんで <laughs> あ別に、うん、キャラを育てたいわけじゃないんですよ 行っただけありますね。はい、あれでね、大成長。そうなんですよ。全国,全国僕の全国デビューはアタック25です。すごい。<laughs> 私もちゃんと先ほどお話ししたんですけど、はい、見てましたもん。あ、見て,見てました？見てました。見てました。ありがとうございますも。もうこれはもうちょっと知ってる人が出るってだと、おーおーっつってテンション上がって。あ、確かに。もう見て、一応あの。 自慢しました。あ、マジですか。出てたよ。嬉しいわ見た見たーっつって。<laughs> <laughs> あの言葉付きパンチさんってオリジンのさ。そう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 。<laughs> えー、あれねで、だから僕も本当にあの一生の自慢なんですけど、僕あの言葉付きパンチというギャグがあるじゃないですか。うんうん、うん、はいはいはい。あれを谷原昭介さんがやってくれたんですよ。だからよー。うん、見てたー。あれを。 すごい全国で流れましたね全国に琴吹きパンチ轟いた瞬間があったんですよ今までやるやる考えられないじゃないですかすごいすごいしかもねあの谷原幸介さんのパンチそう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 あれコマーシャルのやつで流れてたんですけどあれね裏話があってあのアタックチャンスっていう決めポーズがあるんですよあの番組では大事な局面でね そのアタックチャンスってやるところで研ぎ回って言う出して <laughs> でまああのー、の谷原さんが急にこれやりだすもんだから、うん、あの会場爆笑の渦に巻き込まれて、うん、俺より笑い取ってました <laughs> <laughs> まさかの谷原さん <laughs> めちゃめちゃ笑い取ってました <laughs> やりました、ね、すごかった本当に <laughs> さすがだプロはすごいぞ <laughs> こんなとこでやってくれるんだっていう、うん 持ってますねー。本当にもう一生の思い出です。本当にあれは <laughs> すごい。こうなんか、こういうクイズ系のやつっていうのは得意だったんですか？昔から昔からそうっすね。うん、クイズ大好きでしたね。うん、うん、クイズのクイズ番組とかもうん、うん、ほとんど子供の頃から見てて、うん、アタック25もそうだし、なんかタイムショックとかうん、あとまあヘキサゴンとかも見てましたね。ああ、懐かしい。 懐かしいっすよね。ヘキ, <laughs> ヘキサゴンありましたね。あの六角形、六角形っていう意味だよっていうのを聞きましたけど。そこしか覚えてない。うんうん、あのヘキサゴンで、うんなんか、あの頃ってそのおバカちゃんがなんか売れるみたいなあったじゃないですか。僕それ見てる時多分小六なんですよ。小六の俺よりなんか答えられてない人いるのどういうことなんだろうとか思いながら。 <laughs> 確かにあの時あのおバカキャラって言ってねなんか CD デビューとかもそうですよねシューチシとかじゃなったあったシューチシン,あシチシン夏 <laughs> あ,れあれヘキサゴンでしたよねあれヘキサゴンから、ね、あだっただったあ懐かしいあったな応援してた <laughs> やってたやってた <laughs> ダンスありましたね、確かに。ああ、あれめっちゃ面白かったな。ね<ー>ああいうのは、じゃあ、ちょっと小学校六年生から見たら。うん、あ大人なのに。大人のにとか思って、ってううっ小六年生だから、子供で。供だから、思ってただけだ。<laughs> 今だったらね。今は、まあ、それぞれの個性があるんだろうっていう,う。<laughs> 気持ちで入れられますけど <laughs> そのね子供からしたらね衝撃的でした <laughs> かもしれないなすごいねいろんなキャラクターが出てましたもんねありがとうございます、えー、あいいですねもう雑学そして知識人ですからねことさんねいろいろ聞いていきたいなと思いますよ、えー、はい、うんはい、じゃあ今日早速一発目のコーナーいっちゃっていいですかおコーナーコーナー上がるんですよかよおりちゃんには<う>今日は何の日 リ<い> <laughs> ありがとうございますちょっと今わかりましたリバーブとか入れた方が良かったんじゃないですか今いつ <laughs> もねここは気合で気合で乗り切ってます <laughs> すごいな <laughs> 気合で行くんだこれもちろんそう, <laughs> <俺>う,そう大丈夫ですでもねその拍手をしてくれたからもうこれだけでもちょっとっ <laughs> あのシーってなった時も一応正直ある俺,俺もどうしようかと思ったよ本当に<笑><笑>急にスッと行ったから <laughs> <laughs> びっくりした <laughs> 今日は7日 はい、ありがとうございます。これで OK です。わかりました。今後はこれでいくんですね。今後はこれでよろしくお願いします。はい、ということで私もね、あの知識調べてきましたよ。はい、今日は8月2日ですね。本日が何なの何の日なのかご紹介したいと思います。はいはい。えっと8月2日、今日はパンツの日。パンツの日。はい。 パンツの日となってますね <laughs> あららちょっとちょっとドキドキしちゃいますねドキドキしますね私が作ったんじゃないですよちょっとねご紹介しますよ八月二日は日本の下着メーカーが制定した女性が本命の男性にパンツをプレゼントする日だそうです、えーえー なんとこれは1984年、あら私が生まれた年ですね。年齢, <laughs> <あ>年齢レば年齢レますよ。<laughs> <laughs> はい、計算しないでください。6はい、<laughs> えっと六個上なんだなと思いました。75 <laughs> 年の歴史があるな記念日となってますね。ちょっと関係性によってはちょっと危ない感じにもなりかねないそうなんですけど、はいはい、もう毎日身につける衣服だからこそ恋人や夫婦間など親しい間柄の プレゼントの王道ということで<う>この機会にぜひプレゼントしてみてはいかがでしょうかという日になってますねなるほどはいそうなんですよでですねちょっとパンツの日にちなんでもうめっちゃパンツパンツ言ってるか <laughs> あれなんですけど <laughs> あのちょっとねあの雑学、はい、面白い雑学が載ってましたのでご紹介させていただいていいですかはいはいパンツの日にちなんで はい、鬼いますよね。はい、鬼のパンツはいいパンツありますよね。はい、あの鬼が入ってるパンツって何柄か知ってますか？何柄うん？い<や>はい、思い出してください。昔話の鬼ね。あれはそう。昔話とかこの歌のなんか映像とかであるのは虎ですけど、うんうん、そうですよね。うん、そう、鬼と鬼が入ってるパンツといえば虎柄なんですけど。 なんで鬼が虎柄のパンツを履いているのかっていう理由がちゃんとあるって知ってます?。お、おお、それは知らないな。お、よかったよかった。じゃ、あちょっと新たな知識としてあ<ー>。ああ、もう、そう、成長の場ですからね。成長の場ですね。うん、ご紹介しますよ。はい、動揺や節分などで大活躍している鬼。うん、なぜか、どの鬼を見ても、パンツは虎柄ララのものを履いているものが多いですよね。はいはい。 これは昔から定番となっているんですけどそもそも鬼がなんで虎柄のパンツを履いているかっていう由来知ってて知ましたか、はい、実は虎柄のパンツは鬼門、鬼の門って書いて鬼門ですねと、はい、呼ばれるものに関係しています。はい 鬼門という場所は古くから鬼や亡霊が出入りする方角と言われていて縁起の悪い方角とされていました。はいあはい、風水でよよ、うんね、よくく聞聞ききまますすねその鬼門は北東にあってこの北東という方角が十二支で表した方角の場合は牛虎ということになります。<ー>なので鬼門イコール牛虎となり 鬼のパンウシト,、はあ、トラのこのトラから来たんですって。えー、でトラ柄。でちなみに鬼に角が生えてるのもそうトラの牛のイメージから来ているとされているそうですよ。えー、だから鬼はね虎柄のパンツを履いててそれであれなんですよ、はい、角生えてるんですよ。 角が牛ってことなんですね、うん、そう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 、えー、はい、結構奥がね深いですねすごい今納得できましたねうん だってあのだから牛シトラって聞いた瞬間にトラはわかるけどじゃ牛はって今思ったんですよ聞いてて聞いてて思ったらツノなんですねそう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 いうことなんですね賢くなったね本当にありがとうございます賢くなりますねちなみにあの今鬼のパンツはいいパンツって歌ったじゃないですかこれ元曲がイタリアの曲って知ってますえそうなんですかあのパンツの歌パンツの歌 これ元が「ふにくりふにくら」っていうイタリアの,あのポ,プラポピュラーソングなんですよ。でこれがあの世界最古のコマーシャルソングって言われてるんです。っていうのがその鉄道をあのアピールするために作られたっていう一番最初の,あの宣伝ソングと言われているんですね。 鉄道の歌だったんですかそうなんですよだから「鬼のパンツ」はじゃなくて「ふにっくりふにっくら」のそう、鬼のパンツ」の後かか何か何だったっけ「はくぞはくぞ鬼のパンツ」っていうところこのか、そかこの後の「ふにっくりふにっくら」の部分があるんですけどちょっと今説明ただしたけどでもあの元の曲はそれなんですよ。えだから日本の曲じゃないんです実は。 にしてるらは、確かにちょっと軽やかな感じがする。昔からあるものにしたら。替え歌なんですよ。だから。<laughs> すごーい、そうだったんだ。え賢い。これに、これにやった人すごい。<laughs> すごいですね。も <laughs> う全然違う歌になってる。なんか千年経っても破れないとかになってますけどね。<laughs> えそうだ。えイタリア。なるほどね。イタリアなんです,ですはい、もうこれで。 鬼のパンツのことも知れたし、歌の由来も知ることができた。<laughs> すごい。なんとかあの返してやろうというところを見つけてました。ら俺ら。<laughs> さすがだな、やるな。もうさすが知識人だわ。<laughs> いいっすね。ちょっとまたこの知識をいっぱい披露させ、はい、披露を聞いてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いしますね。例えば8月2日で、あのあれの日ですね。ん あのー、お笑い芸人のビートたけしさんが1994年にバイクで事故った日ですね。うん、えー、えー、そうなんですか？バイク事故では<ー>。はあ転んだ日ですね。えなんでねなんでそれこれねウィキペディアに載ってました <laughs> あー。ああそうなんだえー、？8月2日らしいですよ。そうなんですねああね<え>知らなかったそれは。<laughs> しかもすごいこのウィキペディアに載ってる。乗るんですねこれが。そうそうそう日付が。それぐらいビートたけしさんはすごい人っすねやっぱり。すごいもうこんな乗ってるなんてえそっか。あでも結構ね大きな事故だったっていう。そうそうそう大きな事故で、もう多分だからその事故のあのせいで、あの物まね芸人さんの物まねの仕方が変わったって言われてるんですよ。 今まで普通の表情でモノマネしてたんですけど、うん、あのビートたけしさんのモノマネするときにこの口角がつり上がるモノマネをされてる方がいるんですけどそれはこの事故の後の後ビートたけしさんつ、うん、り上がる感じのモノマネしてる場合は松村邦弘さんとかそうなんですけど。 アウトレイジの時のビートたけさん釣り上がってるんですよここがモノマネでモノマネの方法が変わった日でもあるんですねあーなるほどそうなんだえーもうあれだねもうこれもまたびっくりですね博士さんからも正直死んだと思ったよ大事故だったからってあやっぱりねその時はまだ子供だったからあれですけどやっぱりそれだけね やっぱり車にはね、気をつけましょうね。やっぱりね、夏休み、に今入ってますからね。<laughs> まあ、ラジオ聞いてたら、運転中の方もいらっしゃる。本当に、うん、気をつけていきましょう。あら、まさかの8月2日、パンツの日から、いろんな、いろんなこと。ね、こんな感じで、あの、はい、今日、は何の日っていうのをご紹介させていただいてますのでね。なであの、やる、あの、やっていきましょうね。はい、で、ですよ、あの、ちなみに、あの。うん この八月二日の日パンツの日、はい、女性がプレゼントする日っていうことだったんですけどもらったことありますもらったことはないですね <laughs> <laughs> ちょっと安心した <laughs> <laughs> そんなことないですよ <laughs> <laughs> うんって言ったらなんかちょっと ねあそっかって言ってあじゃあ子供さんにもそういう素敵な相手がいたのかなってなったけどちょっとね今なるほどちょっとプライベートな方聞いちゃいましたありがとうまずサイズ合うかどうかわかんないですけどそう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 あでもねこれもねあの表現の一つですからねうんいいと思いますよなんで安心されたんだろう今なんとなく今ほっこりしましたはいじゃあですねいったあのこちら CM を挟みまして ラジオコンあラジオコントはごめんなさい今日はお休みなんですけど、えー、久々に占ってみてもいいですかっていうコーナーをかよおりちゃんではやってますので<ー>占ってみちゃいたいと思いますはい、はい、またちょっと C.M. 開けたらどんな感じなのかご説明しますねはいお願いますはいでは一旦 C.M. でーすしゃもじとタクジェイの内田口なう内田口 now 今日の内な口はこちらジムチ茶 ジンはお金ムッチャーは持っている人という意味を指しますつまり2つ合わせてお金持ちという意味になりますええな集合何あそこにいるおじさんよジンムッチャーだぜあのおっさんな聞いてきてみあっってみようすいませんおじさんなんだいおじさんさジンムッチャー俺はなエビムッチャーだよエビムッチャ俺は エビムッチャなんだよ小僧ジン持ってないのジンは持ってなくてエビエビを持ってるんだよエビをどうぞサブサーいらんよー小僧エビをどうぞいらんエビを買わないのか,いいのか小僧あーエビはいらないのかええデブあのさジンムッチャじゃなかったよエビムッチャだって分かってたばいや よりちゃん始まってますメカですコトブキパンチですコトブキパンチはい。あ,えー、<laughs> ありがとうございますまた急に振るっていうコトブキパンチ <laughs> ちょうど博士さんからもコトブキパンチ来てますね <laughs> ありがとうございますやらなかったなと思ってさっき<笑><笑>てかさっきの CM シャモジさんって言ってましたね今シャモジさんじゃないですよねえ改名してアンジロウさんになりましたよねあらら 昔の、ね、<laughs> 昔の昔のシャモじさんの頃の声 <laughs> 時の、ね、<laughs> やつでしねあ懐かしい気 <laughs> ラジオでしたね <laughs> <laughs> あそんなこともありつつ、はい、もう始まってますね、うん、はいじゃあ今日は占ってみてもいいですかということで占ってみてもいいですかだめです。 いいですかー？<laughs> 折れない人だった。<laughs> <laughs> 占うって決めてきてるからそうですか。<laughs> <laughs> いやぜひよ,よろしくお願いします <laughs>、はい。お願いしますね。こちらはですね、私があの好きなエンジェルカードっていう聞いたことあります？エンジェルカード。あはなんか聞いたことありますね。ああります？な,<ゃ>なんでしたっけなんか偶然なんか、うん、出てきたカードが運命たどるみたいな、うん、そういうやつでした。 あ、違う <laughs> あなんかちょっと分かんないんですけど <laughs> <れ> <laughs> ちょっとよく今分かんなかったんですけどはい、はい、あのですよこのエンジェルカードっていうカードがありましてですね、はい、このもう可愛い天使ちゃんのカードなんですよ。このカードを使って、うんまあ、タロットカードとはまた別でエンジェルカードっていうものがあるのでそれを使ってはい、はい、私があの自分が好きな占いをやって。 アドバイスしちゃいますよっていうコーナーになってます。月一の企画になってますのでね、うん、こんなの占ってほしいとか聞きたいなとかいうのがあったら、はいはい、ぜひあのメールもしくは、J、キャスでも大丈夫です、ね、皆さんも占わないんですか？もちろんもちろん。ただちょっと注意点がありまして、はいはい、あの話を半分で聞いてください。<laughs> <laughs> あくまであくまで私のね <laughs> あの。 <laughs> そう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 、いつも話半分で聞いてねっていうところから始まってますので、ね <laughs> ああ。みな、皆さんのあの運命までは背負えない。あくまで私が好きで、<laughs> あの <laughs> やってますよっていうのはちょっと言っとかないと、<laughs> <ん>ちょっとね。大変なことになってしまいますので。占いってそうへんもんですか。そう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 、う運命を切り開くのは自分ですからね。はい、ではね、好きなので、ちょっとやっちゃいますよ。はい、はい、ということで、今日、今月8月になりましたね。皆さん元気に。 過ごしてますか、夏休みですけど、台風もありましたけど、元気でしたかね。夏本番ですね、も夏本番ですね。今日も暑かったし。暑かったよ、沖縄も。本当には、あの台風もね、発生して、那覇で発生したんですって。そうですよね、ーー那覇の北ら辺で発生したって言ってたから。うん、なんかね、最初の台風がどっかいなくなったかと思ったら。なんか、ね、那覇でまた発生して、もう昨日ぐらい超大雨だったけど、今は晴れてますね。めちゃめちゃいい天気、本当に。 選択選択してくればよかったあ本当に私もそれを思ったけど <laughs> まだね台風の影響でねあの曇っちゃったりしたらあれかなと思って今日やらなかったんですけどそれもありますもうね、あの大丈夫そうでしたねこの感じだとねうんはいじゃあちょっとこの8月2日8月2日じゃない8月になりましたのでリスナーの皆さんどうやったらハッピーに過ごせるのか、うん、エンジェルカード的に私が見ていきたいと思いますはいはいお願いしますおいて教えてください なんかどんなしたらあの8月いい感じに過ごせるのかそしてどんなしたらちょっと楽しく素敵に日々を過ごしていけるのか教えてくださいいきますリスナーの皆さんへのアドバイスですいきますよ、はい、でんででん1枚2枚3枚え4枚5ああと1枚以上6はい7 <laughs>

あのアドバイスとして強く出てますのは、今進んでる道っていうのを信じて歩んでくださいねっていうのが出てますね。ちょっとね、あの6月7月も新年度明けてからになるんですけど、うん、結構あのもうね。 はい、時は流れてると思うんですよ、まあ、時は流れてるというかうあのいろんなものが流れてきてると思うんですけどいろいろな仕事だったりとか自分がやってるものだったりっていうのをはい、はい、今ちゃんと進めていますよね進めていますよっていうカードになってます。でこの8月の間にやらなきゃいけないことっていうのが、はい、自分がやりたいことって何っていうのをもう一回ちょっとイメージするっていうのがキーポイントになってるようですよ。なるほど うんうんうん、だから、なんか多分この長期久々にちょっと長期休みになっている方もいらっしゃると思うんですけどはい、はい、自分どんなしたいんだっけとかこの方向性今ここまでちゃんと進めました次どうするのっていうのを決めてあげるといいですっていうふうになってますね。引き寄せがととててても働いていますのでアドバイスとしては ギブアンドテイクの精神を、はい、あのしっかり持ってあげるといいですよっていう開運ポイントで出てます、うん、与えるそして与えてもらった分ちゃんと自分も受け取るあげ,、はい、げすぎはダメだしもらいすぎもダメだからあのちゃんと与えてそしてもらうギブアンドテイクっていうのをしっかりと意識してやっていくといいですよっていうのが出てます、はい、そうすることで形になります 形形になる形にななるる。<う>これウェディングっていうカードなんですけど統合っていう意味になってるので、えー、あ,のあれです形になります。ちゃんと形になりますので、はい、ここでは8月は目いっぱい自分にご褒美をあげてくださいえー、そんでもってインスピレーションを磨いてください、はい、っていうような感じで出てますね。なので いいんじゃないですか。<laughs> いいんじゃないですか。<laughs> うん、いい感じの月お休みになると思いますよ。いいすちょっと頑張ってきたことが形になっていって。<laughs> はい、その点をもって、与えた分、自分もちゃんと受け取ることができるので。はい、なんていうのかな、受け取り下手な人があの、もしかしたらね、多いのかもしれない。ああ、なるほど。なんか、あ、いいよいいよいいよ、大丈夫みたいな。 あ、まあ、まあ、そうですね,ね。なんか、ありますよね。うん、ちょっとわかりますよね。そう、まあ、日本人らしいですね。うん、なんか、うん、なん、なんだろうな。なんか、謙虚っていうのかな。大丈夫、ね、大丈夫みたいな感じで、あの、思っちゃうことがあるかもしれないけど。あ、はい、ありがとうって言って、もらうと、また、次のステップにまた進めるよっていうような感じで出てますので。なるほどちゃった。 いっぱいギブアンドテイクの精神をしっかり持っていただいてそしていっぱい自分にご褒美もあげていただくと<う>開運します<ー> <laughs> なのでいっぱい休んでくださいねあのん休んでもいいし <laughs> 夏休みですもんねそうですよ夏休みですよ <laughs> <ん>え、夏休みとかこういう休みの日って何するタイプですか夏休み何したかな

そいやいやいや、<laughs> そうなったんだ。海行ってクラゲに刺されるのもやだし。<laughs> そっち系か、そうか、そうか、そうだね。あ<ー>まああのなんかねハブクラゲが一時期ね大変だった時期もありましたけどね。そうそうそう,そう,そう、うん、あ私は外に出たい派でしたね。あマジですか？うん出たい出たいけど本当に昔、うん、超昔ですよ。うん、なんかこのサマースクールみたいなのあるじゃないですか。 スイーミングスクールのサマースクール、うん、サマーキャンプみたいなのに行きたいって言って行ったんですよね、はい、で日焼け止めを忘れてきてう<わ>海なのに <laughs> で子供だからこの紫外線の怖さを分かってなかったんですよでそれで先生とかが心配してあの「これ使って先生の塗ったら方がいいよ」って言うけど私。はいはいはい なんかもうこれこそもういいよいいよしてからうわあ,あダメだこれはなんかあ,あいいよ,よ <laughs> もう先生いいよ大丈夫っていうなん,ていうんですかなんか,なんか持ってないことがなんか恥ずかしいみたいななんか子供だから忘れてきたんだあいつって思われたしち,ちゃんとしてないんだと思われるの <laughs> なんかちょっと、ね、そ,んなそんな意味わからないプライドに分けて <laughs> あいいです先生いいよ大丈夫って言って、うん、もうお 翌日帰ってからがもう大泣き <laughs> 背中の顔全部向けてうわもう。 あ、こんんなしてて皮は剥けるんだと思ってから <laughs> それが <laughs> それが初めて知ったきっかけも <laughs> う本当にもうびっくりもう母親もとってもびっくりしてて「何でやっがたらのあんたこんなして」って,って「えっ <laughs> ?」<laughs> っつって「冷やしなさい」みたいな <laughs> あーはい、はい、もうやけどじゃないですかはいだからもうね沖縄の紫外線の怖さを知ってしかもねスイミングスクールのサマースクールだから超なんて言うんですか、競泳っぽいはいはい、あの、なんか 袖とかがないやつ、本当にワンピースの昔の水着だったからもう全部綺麗に向けてですよ。もうあれから私は海に行ったら洋服で泳ぐ。海に水着に。うちなんちです行かない。そうそう。あれね思いますよね。うちなんちだけだよね。本当にあの海辺で水着になってる人は絶対沖縄の人じゃん。そうそうそう。色白いからわかるすぐまたね。洋服だよ洋服が一番いい一番ね。なあ。 今の、今の子供の水着とかだったらよかったんじゃないですか。どんなやつだ。あ、あのジャージみたいになってるやつ。そう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 。なんか今、なんか、その、ジェンダーレス水着ですか。って呼ばれてますよね、あれがね。あ、そう、なんだ。そうそうそう。確かに。あれだったら、平気だったかもしれない。あの、あの時にはね。そ、袖あるし。袖あるし。もうね、もうやばかった、本当に。もうめっちゃ痛かった。 でなんかもう皮むけまくって、うん、<laughs> でそれでもう皮がこのなんていうんですかお風呂入った時にもうむけちゃうんですよ、うん、でこの黒い皮がこうやってこうなんていうんですかお風呂のタオルとかにもくっついちゃってはい、はい、でそれでそれをそのまま私はもう洗ってある程度洗ってそのもままま置いてあるんですね子供だのらもう <laughs> ちょっと <laughs> でも、ね、もいいよねもう今ね、うん、そしたらもうこれをあのそう夜中にゴキブリが出たらしくて。うん だけどこれを私の顔とゴキブリがもう同化してて分からなかったんですそ,そ,んそんなにですかそんなにそんなに<え>でそれでもうこれこんなして起こないでーって,って超怒られます。た <laughs> <laughs> ゴキブリゴキブリって思わなかったよって言って そんな苦い思い出がちょっとあるなって日焼けで夏の思い出っつったら僕も、うん、まあ日そんなに皮むけるとか、うん、そこまでの日焼けじゃなかったんですけどうん、うん、に20代前半の頃かな、うん、あのハーリーを見に行きましてうん、うん、であのちょっとあの焼けちゃったんですけど。うん であのその後僕はあの舞台があったんですよ、うん、あの演劇それに出てて昭和、うん、の戦争時代の話で、うん、しかも,も僕内地で活動してる人の役だったんで最初のだからそのリハーサルの時とその日焼けして本番の時と肌の色が変わっちゃって、うん、<laughs> であのこれどうしようかなと思って。 もう仕方ないから、うん、本当にこんな人いないと思うんですけど日、うん、日焼焼けけした後に日焼け止め塗って白く見せあの若干逆なんですよ薄く薄く,薄く薄く日焼け止め伸ばしたら、まあ、なんとなく光の反射とかで白く見えるかなと思って日焼前代未聞でさ日焼けした後に日焼け止め塗るっていう。うん こんなねあのー、アホなことしましたね。<laughs> あでもあせ焦りますねこれね。そうそう。やばい繋<な>がりとかあるじゃないですか。うん、<laughs> 演劇だといや本当に日焼け止め塗るの忘れちゃって。<laughs> やばいやばい。本当に。そうそうなんですよね。大きなままね本当に紫外線やばいからちょっと気をついたらね。日焼けダメですね本当にあれ本当にどうしようかなと思いました。うん <laughs> え、無事、大丈夫でしたか?。え、じゃ、まあ無事、そこで、こして、はい。成功はしました。あ、よかった。はい、それですよ、そこそこ、ね、まあ、結果、結果オーライだった。セリフも飛ばさず、に行きましたけど <laughs>。もう舞台はね、そういう、怖さもありますよね。そうっすね。どうしようとかね、間違えちゃったら、どうしようとかね、で<ー>、また楽しいんですよね。あ、もう、そう、演劇人ですから。演劇、お、大好きですよ。あ、でも、僕も、あれ、覚えてます、<laughs> うん、あの、三河さんの、あの、うん。 イミプーっていうやつああ<ー> <laughs> ありがとうございます <laughs> メイゼルシュイミプーそうそうそう <laughs> イミプっ言ってるのがずっと印象に残ってるんですよ僕この間そう見に行ったね、うん、舞台がありましてな何月でしたっけ六月で,でした五、ね、月ですね五月か。 五月のあのナ七二ライダー、見た時、意味、うん、プーって言ってて。久々に聞いたなと思って。<laughs> いや、嬉しい、ありがとうございます。子供の頃、も言ったかどうか、わかんないぐらいの言葉でしたね。意味 <laughs> プーっ,めっちゃ懐かしかった。<laughs> あれ、言いませんですね、意味くじピーマン。あ、そうそう、意味くじピーマン。意味くじピーマン。意味くじピーマンとかはね。<laughs> ピーマンは、まあ、いいとして、意味くじってなんすか、ね、本当に <laughs>。 なめくじかなんかが発生したんですかあれってあれなんだろよかったあちょっとそっか六個六個ぐらい違いだとしてそしたらあじゃあ言ってる世代かなと思ってちょっと今試してみましたああそうだ意みくじピーマン意味くじピーマンを言いましたよとあれなんだろう私はあのどっちかっていうとピーマンの方が謎ですなんでピーマンあそうかピーマンなんでピーマンあれじゃないですかだから中身空っぽだからですかあそういうちゃんと意味があってわくわ アホだなみたいなことじゃないですか。うん、<laughs> イニピーマン確かに空っぽだよっていう意味なのかな。えー、<laughs> このナナニイラも再演するんじゃないですか。あ、そうですよ。うん、いいことを言ってくれた。じゃ <laughs> もう決まりましたよ。<laughs> 10月です。10月,10月に裏競い C でやりますので、ぜひ。 パップしてお届けしますので見に来てくださいねーみーかーさんのイミプーがどこで出るかも楽しみです出るからイミップあーそのまま残ってますように消される可能性あるのあれめっちゃ良かったけど残ってますよそんなことを言いながらやってきましたけどはいじゃあですね一旦ちょっと CM を挟みましてまたちょっとおしゃべりをしていきたいと思いますよろしくお願いしますはいじゃあ CM で <music> 太陽オリチャン始まってますミカでーす。<laughs> ことぶきパンチです。ことぶきパンチ。パンチ。<laughs> なんかわ,わ,わちゃわちゃしませんでしたね。わちゃしましたね。今,今ねちょっと油断してましたね。油断しましたね。誘談してた油断してた。てた <laughs> <laughs> はい。はい。太陽レジェンチャンプル元気にやっておりますよ。はい、はい、よろしくお願いします。はいということで占ってみてもいいですかのコーナーをお届けしたんですけれどもちょっとせっかくなのでですねことぶきさん、はい、私に裏ってもらいたいこととかあったりします。 あ占ってほしいことうんうんうんそうですねちょっと見てみよう見てみよううんあ,あのー、じゃあ、うん、お笑いバイアスロン、うん、うんうんあの決勝いけるかを占ってほしいなと思ったんですけどうんうんう回戦で負けてたわあはうバイアスロンか、ま、負けてたわ今日 <laughs> てかそう今日そのバイアスロンのね生放送でメンバーが決まるらしいんであそうなんだもうこの時期かもうんか夏を感じる夏ですね確かにバイアスロンあこの時期なんですねでは大丈夫ちょっと寿さんねこのお笑い今ちょっと聞きたいということなのでバイアスロンじゃなくてじゃ m 1グランプリ」があいいねいいね 9月からあるのでそれちょっとどうなるかなっていうはいいいこれはいいアドバイスになるかもしれないですよそうですねちょっとアドバイスいただきたいです話半分で聞いてくださいねコン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 よしことぶきさんは M1 に行くそうです M1 グランプリです漫才ですよもう漫才の M です あれいいっすよね <laughs> 私はもう見てますよあれもう決勝とかも超好きはい、はい、こ,このどんな感じで進んでいくのか、はい、そして何かうまくいくためにアドバイスがあったら教えてください,い、ね、天使様はいちょっとねせっかくのエンジェルのカードなので、はい、ちょっと寿さんにアドバイスをお願いしますお願いします テン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 あと1枚と見せかけ2枚はいそんなそんな自由に弾いていいものなんですかそうですよなんて言ったって私のエンジェルカードだから何ですか何ですかいい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 ちょっといいきましょうねまずははい自信を持っていけおそしてですねなんかね新しい始まり っていうのがあるか、なんかね。どんでん返しがありそうな感じ。なんかどんでん返しがありそうな感じですよ。当たらなんかね。天と地がひっくり返るみたいな。はい、なんかね。あのどんでん返しが悪そうです。なので、自信を持って進めっていうのが出てますね。で、なんか、あとはあのあんまし自分のせいと思わん方がいいよ。みたいな。 なんかそういうのが出てますね。あはい、で今いい感じなんじゃないですか今年もあのいい感じだと思いますよあ<れ>なん。なんかイメージしてるもの自分がイメージしてるものとか、はい、そういうものをあの。<laughs> なんかこれちょっとぶっ飛びすぎかなとかはいはいなんかこれはちょっとやったらあれかなとかっていうのも一回ちょっとやってみてもいいかもみたいなえぇーなんかそんな感じが出てますねあでもよく悩むんすよそれあ、本当にあ、ネタやってる時、ネタ考えてる時うんうんうんこれちょっと飛びすぎだなとか思ったりとか一、うん、回ちょっと、一回見て、出してみて <えー S 2> で、それであの見てみるのもいいかもしれないっていうような感じですねああそうなんすかうん、なんか あのアドバイスがもらえるかもしれないです先輩とか、えー、あの見た人からちょっとここはやりすぎだったからこここうしたらいいんじゃないとか何<ー>かね新しいあのなんかサポートこ先輩とかなのかななんかいいアドバイスがもらえるって出てます、えーうん、なんかいいアドバイスが出るのちょっと一回やってみたらみたいな、はい、それが大どんでん返しかもしれない。 えょ新たな局面に進んでいきそうな感じですよ。ああ、そうなんですか、うん。で、過去の失敗とかはこれは学びなので、あのあんまりそれに引きずられない方がいいみたいなのも聞いてますね。ああ、なるほど、うん。これが新規一点みたいな感じに出てるのかな。あの、もやってみて失敗して学ぶみたいなこと。そう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 、<ー>そんな感じですね。一回ちょっとやってトラウマ的になってるものがあったとしても、はい、もう。 多分それと全く同じことはやらないさみたいななんかもうそこで一回学んでるからみたいな、うん、だからなんか一回ちょっとやってみるといいよみたいな、えーね、自分の感覚を信じてくださいっていうのとあと「繊細」っていうのが出てますね、はい、ちょっと繊細になってるよねみたいな大きな大会ですからね。 そういうところもあるんですけど、まあ慎重になりつつもちょっと大胆に出してみるといい結果が出るんじゃないおー、えー、っていうような感じですよ。慎重かつ大胆に、うんうんうん、アタックチャンスですね。慎重かつ大胆に参りましょうよ。ういいね、こういい結果出たらちょっと教えてくださいね。すごい。 ださっきのだから中であ,うん、うん、あんまり自分のせいにしすぎない方がいいよってうんうん出たじゃないですかってことはあの滑ったらあの、うん、デコリンさんのせいにすればいいんですね <laughs> <laughs> あのそこはちょっとなんとも言えないんですけど <laughs> ちょここは半分は半分ぐらいであのあ,あの五十五十自分のせいで五十あ,あんたが悪いってことにしとこうみたいなそ,、ね、それからもうね八人とか七人とかその時で割合 <laughs>、ね、そんな保険の <laughs> 保険の割合みたいな責任一応 <laughs> 100%自分ではないみたいな <laughs> 100%がじゃないんですね <laughs> あでもなんかいい感じな前向きさがあるのであ,<ー>あの多分これからねいろいろと準備されていくと思うんですけどなるほど。なんか一回もうやっていく中でいろんなのが出てきそうな感じですカード的にはちょっと あの見せてくださいね <laughs> そうですねちょっとあの <laughs> いい結果やっぱ残したいですしだからまあ去年も1回戦は勝ってたんですけど、うん、あ2回戦はできなかったんで,、うん、2>, で2回戦以上勝つと YouTube に乗れるんですよだからちょっとそこを目指してちょっと頑張っていきたいなと思うんで、うんはあ、とりあえず優勝するのが一番いいんですよでもやっぱその努力は。 努力も必要ですしああいう場所ってその場その場でのなんか流れとかもあるしとりあえずもう3回戦まで行ったらもう最高記録だなと思う。あーあーすごいうん、うん いけるいける。非常にちょっと励みになりましたと。ああよかった。ああよかった。めちゃめちゃ嬉しいです。あ嬉しい。私も嬉しい。私のカード役に立ってる。こんな感じで。ああでもエンジェルカード的にはすごくいい感じだったので、もうぜひちょっとチャレンジ頑張ってくださいチャレンジですね。はい。わかりました。チャレンジ。はい。何だったっけ。私全体のアドバイスは何て言ってたっけ。全体のアドバイス何でしたっけ。何でしたっけ。自分にご褒美を。そうそうそう。自分にご褒。美 日をだったし引き寄せもあるから。はい、そうですね<ー>引き寄せの法則があって。いいんじゃないもう8月はいい月になるかもしれないですよ。あまああのー、8月はいい月でないと困るのが僕8月誕生日なんで。<う> <laughs> <月>待ってよ8月の25。すご、はい正解なんで？<laughs> さっき見てた。ネタ会。<laughs> 見てたんかい <laughs> <laughs> 今ちょっとでも記憶をたくり寄せたそうですよねお誕生日本当に占いしてるのかと思ったよ <laughs> 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 せ正確で判断したのかなと思った <laughs> 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 すごい。見てたんかい。見ました見ました。そうですよね。はい。八月二十五日はね。もうお誕生日というからね。誕生日なんで。ええ、もう若い若いね。それでも誕生日来てもいくつ？三十三？三十二。 あほらそ,そうですよ <まだ S 2> ほらここですよ人の年齢ってのは覚えづらいものなんです。<laughs> 誕生日だけ覚えてからね。誕生三十に今もう一回もう一回聞いてる三十に。今年今月三十に。<laughs> あいやー若いな三十に若いまだまだですね。まだまだ <laughs> そうですかね。<laughs> <laughs> 大丈夫、もう今月いい月になりますのでね。ねああ、もう本当に、そうしていきたい <laughs> こ。これがね、月一企画でオリちゃんでやってた。はいはい,はいはい、はいあのコーナーとなってます。うん、はい、こんな感じで、進めてまいりましたが、もう見てください、時間。お時間ですね、あっという間にエンディングまですけれども。ええ。ね、いかがでしたでしょうか。いやー、非常に面白かった。いや、久々に出て、しかもね、あの。 まあこれ裏側の話になるかわかんないですけど僕、そっち側に座ることが多いんですよ、あ,<ー>あのなんだったったけ、エンジニアでそれをやらなくていいというあの安心感がありました <laughs> <laughs> 気軽に喋ってました、ったずっと <laughs> 私ももう一生懸命、ちょっとね、少しずつ慣れて <laughs> 今、今やっとこんなですよ <laughs> あ。そうです <laughs> 今ちょっと大きんの調整がの調んですけど、もう火曜オリジンチャンプルー、8月からね、このきパンツさんと私でお届けしていきたいと思います。来週からどんな感じで進んでいくのか、しこれからまたね、一緒に決めていきましょうね。 では火曜オリジンチャンプールをお届けしましたのは劇団で前白みかと小野牧希パンチでしたじゃあまた来週バイバイパンチ。バ